はじめます。おはようございます。久しぶりだな。そうっすね、結構空いたぜ。誘ってくんないのよ。いやすいません、いやずっといろいろ忙しかったんで。服装あんまあ、明日で来ました、うん、つながりがあるからね。だから最後撮ったのは8月の中旬とかあったんで、うん、もう今11月ですか、うん、そんな経ったかな。なんか時空が歪んでんじゃないか。大丈夫か。時空の歪み、まあ、セミの音聞こえるような気がしますけど、ね、セミの音聞こえるでしょうね、うん、11月も泣いてるんですね、うん、ここはここは第3回の場所。第3回来たことあるんでしょ。1回だけあります。前、うん、名前はなんていうんですか。通称大谷口公園。大谷口公園埼玉市だ。埼玉市っすね、うん、あでも確か建築した後あんの。ある。じゃあ誰か来てんな、うん、宝箱取られちゃってるよ。開いてんな宝箱、うん、大谷口公園です、ね、あこうなってんだ。あやっぱでもネットないっすね。あやっぱないんだ、まあ、それないっすね。あるあるなんでもストリート、うん、ロケーションいいけどね。お紐結んで、こうやって結ぶんだな、紐は。大体そうじゃないですか。大体そうか。あでも結構コートしっかりしてるじゃん。しかしってそうだよ、なんか。え、アンさんは来たことあるんですか。ないね。ないっすか。うん。車初めてだな。うん。お、なんだ。お、どうした。お、ラダー的な。はしゃいでんな、やっぱバスケットできるとなるとはしゃいじゃうよね。これはしゃいじゃあるあるだよね。ということでね、うん、ここに陣取って、はい、陣取って、うん、あのちょっと滑るな。滑るグリーン反応出ちゃってる。目の前があのグランドになってて、あグランドだと砂が入ってきちゃうんだ。砂入っちゃうあるあるだよね、はい、仕方ないっすよ、うん、あでもさっきのリングとあれボードと同じっすね。素材が名前もルイタカって書いてあるんですけど、さっきもルイタカって書いてある。あルイタカさんので。あ噂の、うん、バスケットリングメーカールイタカさん。ここあれあんま人いないんだね。そうですね。てかまあ結構分かりづらい場所にありますよね、うん、いやでもなんかね前俺通りかかった時にね、はい、なんか子供がほんとね、はい、100人ぐらいいた。マジで100人。100人いた。運動会やってんのかなと思ったから。ここの坂はポイント高いですね。そうだね。ボールが返ってくるね。そうですね。うん。サイズだとねブッシュの中入っちゃうからね。そうなんですよ、うん、隠れられるからいいんだけどね。ブッシュはネット欲しいね、うん、俺ならつけてあげないか、うん、ネットつけるっていう。今度ねネットつけるアンギやろうよ、うん、そうしましょう、うん、いろんなコートにネットをつける。ピンクのネットに。あ、いいね、いいね。すげえ滑る。あ、マジで滑らなそうに見えるんだけどね、はい、そうですね、見た目は。うん、見た目はすごいいいこと。うん、あ、オッケー、ちょっと待って。ディスってます。ディスってないですよね。向こうの子がピースしてる。入った今。よし、入りましたよ。はい。滑る、うん、あちょっと滑ります。やっぱ若干滑りますね。そこがグランドなんで風で入ってきちゃって、うん、しょうがないけどね、うん、はい、まあシュート打つっていうだけだったら。そうです、ね、全然、はい、ネットはまた今度。うちらさ、じゃあ全国のさ、はい、あのゴールにさネットをつけていくっていう活動、地味な活動よくさ、どんな活動されてんですかみたいになった時にさ、はい、全国の公園にリングを立てるみたいな活動もあるじゃん。そうですね。で、はい、そうじゃなくて、はい、全国のリングにネットをつける活動。いいじゃないですか。すごいいいことですよ、うん、地味に。地味ですけど、やっ
ってるんですよつって、あるとないじゃん、ボーラーとして嬉しいっすね、大違いですからね、うん、じゃあ早朝の作りましょう、早朝のネット、うん、うん、どうしたじゃん、また関谷、またあるな、いやちょっと待って、いやこれ関谷と同じ銘柄だな関谷といろんな銘柄吸ってんだなあいつ、うん、あれなんすよね、なんか時間決まってるんすよね、あ時間決まってるんだ、ここ完全に民家に囲まれてっから、うん、ちょっと夜中はできないっすよね、うん、ここで翔平さんポイント聞いちゃう、はい、あ聞いちゃうかここで、うん、翔平さんポイントここの、ここの66点満点中、まあ48点で48点、全部66点とかじゃつまんないもんね、そうだよ、うん、やらせになっちゃうからさ、うん、そうやらせになっちゃう、はい、書いてありましたね、時間、ん時間書いてありました、時間書いてあった、うん、今の時期だと、うん、午前7時か、うん、午後7時か、うん、もも早いね、はい、早いっす、そうだね、結構早い時間が出てる、冬が朝8時半から、うん、夜が早いか、終わりが早いか、そうです、うん、そうですね、でも駐車場の時間なんでよくわかんないです、あ、駐車場の時間か、あ、まあ駐車場本当時代は、まあでも周りの迷惑にならないよね、そうですね、うん、夜中は控えて、うん、これを含めて何点、翔ちゃんポイント、あー45点ですかね、さっき何点だったっけ、48点とか落ちちゃったんだ、うん、まあでもそうですね、まあまあまあそれはしょうがない、翔、うん、ちゃん基準なんで、そうですね、どこが減点ポイントだったの、いや、 やっぱもうちょい遅くまで出たいかなって、あーなるほどね、はい、うん、ありますねってことでした、はい、はい、よし